小松市。小松市は石川県の南部に位置する日本海に面した市。小松市は建設機械メーカーの小松の企業城下町であり、関連企業や工場も多い。そのため工業が発達しており、北陸工業地域の一翼を担っている。製造品出荷額は6798億円。県内では第1位である。工業統計表2008年。 また、歌舞伎の肝人町の舞台となった、畑の関や、那田寺、あわず温泉など、自然や文化の面にも恵まれている。人口では、金沢市に次長らく、石川県第二の都市であったが2005年2月1日白山市の誕生で第三の都市となったが、県内一の工業都市であることと、県や国の出先機関も多くあり、石川県第二の都市というおけづけが強い。 西は平野部で日本海に面して東は山地に囲まれている。山のある東から西に架橋川が流れている。平野部山地とも面積は広いが海岸線は短い。主な市街地は市内を南北に貫く JR 北陸本線国道305号、国道8号から小松バイパス全通に伴い番号変更沿いの平野部にある。平野部には 住宅地が集中しているが、それ以上に田畑が多く、米の産地となっている。産地は、ブナなど森林に覆われており、豊かな自然が残っている。夏場は天気の良い日が続き、気温は太平洋側とそれほど変わらない。湿度が非常に高く、ハエが吹くと、北陸に多いフェーン現象が起こるため非常に暑くなることもある。石川県は、 日本海側気候に入り、小松島冬場は雪の日が多い。山陸には雪が多く、スキー場もある。しかし、暖かい津島海流のため、海に近い平野部にはそれほど雪は積もらない。秋から冬の初めにかけては、しぐれと言われる天気が多くなる。晴れのち嵐というような天気で、晴天と激しい風雨が交互にやってくる、日本海側独特の天気である。 この時期から、ブリの旬に入るため、しぐれのことを、ブリおこしと言ったりする。年間降水量は日本でもトップクラスの多さである。平安時代に、花山天皇が巡行した際、架橋川のほとりに松を植え、そのの小松原と呼ばれたのが、地名の由来とされる。江戸時代になると、加賀藩第三代藩主、前田利常が、隠居地として、小松城に入城する。 都室根は、なたじを再建するなど数々の自社を造営し、また、伝統工芸などの産業を振興した。産業機械大手、建設機械のシェア世界、第2位の小松製作所、小松の本拠地である。そのため、いわゆる企業城下町となっており、小松市とその周辺は、日本有数の機械工業の産業集積地域であると言われる。小松以外にも、村田製作所、 ブリジストン、ジェイバス、コマニー、コマツーオール工業、共和工業所などの事業所がある。また、近隣の野見市、野見郡川北町には東芝、ソニー、パナソニックなどの事業所があり、その関連企業が、コマツ市を含む南加賀地方に集積している。繊維業も盛ん。野見市にあるコマツマテーレ、東レ、加賀市にあるテイジンなどの事業所の関連企業がある。このように、 機械工業、繊維業が盛んなので、小松市とその一帯は、北陸随一の産業地帯としてのイメージが強い。イグサの生産の北限であり、そのイグサを使用した畳は、小松表の名で知られる。また、鏡犬や、九谷焼などの伝統工芸の産地としても、有名である。明治時代の近代期から、昭和の戦後期にかけて、小小屋鉱山で銅の採掘が行われていた。 農業では自然環境とのバランスが保たれていることから環境王国認定協議会に環境王国に認定される。小松市には市の中心部からほど近いところに小松空港がある。北陸の拠点空港で北陸地方と日本各地を結んでいる。最近では韓国や中国との定期便も開設され国際空港としての機能も整ってきた。そのため 小松市は北陸地域の重要な物流拠点でもある。また、小松空港は自衛隊との共用飛行場であり、航空自衛隊が小松基地を配置している。自衛隊の小松市への経済波及効果も大きい。工業、空港の街として見られることの多い小松市だが、市内中心部から加賀市、胆振橋までの旧北国街道、北陸街道沿いには、 約10キロメートルにわたって、王子を忍ばせる街並みがある。有名なものとしては、歌舞伎の定番、肝心町の舞台あたけの席がある。歌舞伎といえば、市の中心部では5月中頃に、子供歌舞伎で有名なお旅祭りが行われる。お旅祭りでは、京都の祇園祭りのように引山、出しが町を巡る。引山はそのまま小さな歌舞伎舞台となり、町の知事で、 子供たちが歌舞伎を披露する。歌舞伎にゆかりのある詩として小松市は歌舞伎の街をスローガンに町おこしをしている。市役所の近くには足城公園がある。これは1904年明治37年に小松城山の丸跡に作られた海遊式庭園である。兼六園を手本に作られており、園内には小川や池が多数廃されている。 石川県の桜の名所として有名である。2011年5月12日、小松駅前の小松小松工場跡地に小松の森がオープン。世界最大級のダンプトラック小松 930E が展示されており、子供向けの展示施設であるワクワク小松館小松の自然を再現した元気さと山がある。市内の合わ温泉には世界一古いホテルとして、 ギネスブックにも載る、奉仕旅館という温泉旅館がある。この旅館は718年、養老2年の創業であり、実に1300年の歴史を誇り、開業当初から続く家計によって経営されている。わ津温泉近くの中地は帰還を有する境内が有名で、秋の紅葉が特に美しい。わ津温泉以外にも、市内には多数の温泉が湧く。 そうい湯うと呼ばれる共同浴場や銭湯が街のあちこちにあり、手軽に温泉を楽しめる。温泉が水道のように供給されているマンションもある。市街地から東に行くと山岳地域に入り、美しい渓谷に恵まれている。古い集落が点在しており、山村文化が色濃い。豊かな自然とその景観を生かして山菜料理を楽しめる民宿やレストランが、 点在しているキャンプ場も多く、自然の中でキャンプやバーベキューを手軽に楽しめる。丸山町地区は県内随一の水場省の群生地であり、横谷水場省群生地として知られる。市内から少し山に入ったところにある、はにべ岩屈院は、いわゆる B 級スポットとして密かな人気がある。海岸線は短く大半が砂浜、砂利浜である。畑神社近くに、 海水浴場、畑新町には海岸に面して、設備の整った小松ふれあい健康広場キャンプ場がある。なお、小松製作所の海外生産拠点があり、交流のあるドイツカイザースラウテルン氏との友好都市締結も検討されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。